ジョン・レナード・ジャック・スワイガート・ジュニアは、アメリカ合衆国 NASA の宇宙飛行士であり、月へ飛行した24人のうちの一人である。NASA に入る前は、テストパイロットだった。NASA を辞めた後、コロラド州からアメリカ合衆国会議員に選出されたが、就任する前に死去した。スワイガートは、コロラド州デンバーに、眼界の息子として生まれた。14歳で、 飛行機の操縦技術を習得した。ブレストサクラメントスクール、リージスイエズスカイ高校及び、イースト高校で学んだ。コロラド大学を卒業したが、そこではアメリカンフットボールの大学代表チームでプレーし、機械工学で理学志望を取得した。ニューヨーク州トロイにある、レンセラール技術専門学校で、 航空宇宙科学の理学修士号を得、コネチカット州エストハートフォードにあるハートフォード大学で経営学修士号を取得した。スワイガートは1953年から1956年までアメリカ空軍に入った。ネリス空軍基地で飛行訓練を終了した後、日本と韓国で戦闘機パイロットとなった。現役任務を得た後は、 フラットホイットニーとノースアメリカンアビエーションでテストパイロットを務めた。1957年9月から1960年3月まではマサチューセッツ州空軍に勤め、1960年4月から10月はコネチカット州空軍に勤めた。1963年宇宙飛行士に応募したが、落とされる。その後大学院で修士号を取得し、 ノースアメリカン社に入ってテストパイロットになる。スワイガートは1966年4月に宇宙飛行士第5期生に合格し NASA のアポロ計画要員となった。当時アメリカ合衆国の宇宙計画では唯一の独身宇宙飛行士だった。スワイガートは1970年4月11日に打ち上げられ不運な結果になった。 アポロ13号月探査船に乗った3人のうちの1人となった。スワイガートは当初予備搭乗員の1人だったが発射3日前に県マッティングリー飛行士に代わって搭乗任務となった。予備搭乗員の1人であったチャーリー・リュークが風疹にかかりマッティングリーだけがその免疫を持っていなかったためだった。NASA は飛行中のいかなる重要な段階にも 発病するような事態を望まなかった。この任務は月面着陸としては3回目の試みだったが、機械船の2機ある酸素タンクのうちの1つが爆発した後に中断された。スワイガートは同僚のジェームズ・エラベル船長とフレッド・ W ・ヘイズが着陸船操縦士と共に、 宇宙での5日と約23時間後にあたる4月17日に無事地球に帰還した。3人は1970年に大統領自由勲章を受賞した。13号は自由帰還軌道を取ったため、月の裏側を回る際、他の月飛行よりもおよそ 100km ほど高い軌道を通った。このため、これが現在までのところ人間が 地球から最も遠く離れた記録となっている。スワイガートは当初アポロソユーズテスト計画のアポロ指令、機械船操縦士として内示を受けていたが、アポロ15号切手スキャンダルに関わったことで罰として外された。スワイガートは議論の多い、この事件に直接関わってはいなかったが、事件後の捜査で類似した計画への関与を最初から否定していた。 スワイガートに不利な証拠が出てきた時にディーク・スレートンに告白しその結果広報活動の観点から望ましくないと考えられたスワイガートは後にアメリカ合衆国会員の科学技術委員会の補佐役指導者になったスワイガートはコロラド州に新設されたアメリカ合衆国会員コロラド州第六選挙区で1982年11月に 共和党員として選出された。民主党のスティーブ・ホーガン候補に対し、98,909票対56,518票で勝利した。この選挙運動中、元は党内のライバルで当時コロラド州選出のアメリカ合衆国上院議員だったウィリアム・エル・アームストロングから強力な支持を得た。アームストロングは1978年の共和党。 上院議員候補指名争いでスワイガートを破っていた。この二人はその後大変親密な友人になった。1982年の選挙期間中、右の鼻腔に癌が生じた。スワイガートは手術を受けたが、癌は骨髄と肺に転移した。選挙終了から7週間後の1982年12月19日、スワイガートは コロラド州リートルトンの自宅からワシントン DC のジョージタウン大学病院へ緊急空輸で入院し12月27日呼吸不全により同病院のロンバルディガン治療センターにて没した会議員就任を8日後に控えての死去だった空いた議席は1983年の特別選挙でスワイガートの領友共和党のダンシェファーが埋めたシェファーはこの時も ホーガンを49,816票対27,779票で破った。コングレッショナルクオータリー、S ガイド 2US エレクションズ、US ハウス。ありがとうございます。